こんにちは、柴田です。今回はボスの懐かしい機材を千葉管楽器さんからお借りしてまいりましたのでご紹介いたします。おはようございます。ボスの TM7 ギターモニターなんですけれども、これね、僕は高校生の時に使っていたので、94年とか95年にリリースされたんじゃないですかね。当時ね、徐々に MTR、カセットの MTR がですね、市場で出回り始めまして、まあ僕もそれを購入したんですけれども、ライン録音というものをこれでできるということで購入した記憶がございます。これね、非常にシンプルで、まあマスターボリュームで、ここにベース、ミドル、トレブル、ボリューム、ゲインとなっていて、こうチャンネルをね、切り替えれたりとか、モデリングが入っているとかっていうものではないんですよね。もうただただシンプルにアンプのシミュレーター1種類のみと。で、特別な機能としては、まあライン録音用というよりも練習用としてセンターキャンセラーがついております。これもね、そんなに機能が良かったわけではないとは思うんですけれども、まあキャンセルアジャストでベースというふうなつまみになっておりまして、まあ要はですね、CD をつないでこうイヤホンで聞いたりするときに、ボーカルのね、周波数をこうカットすることによって聞こえなくさせることができるという風な機能でした。まあでもね、そんなに優れてはいなかったような記憶がございます。今回はね、アンプシミュレーターとしての機能をですね、皆さんにお聞きしていただきたいなというところで、でこちらアウトがモノラルステレオ両方対応しておりまして、リターン、センドリターンがあるんですよ。これね、結構画期的ですよね。なのでこれをアンプと見立てて、自分の好みのコンパクトエフェクターをつなげれると。そしてラインのインなんですけれどもね、これね、ピンプラグなんですよ。昔はね、全部ね、これね、ピンプラグでしたね。最近はね、イヤホンジャックでいけるので非常に便利だと思います。そしてパワーのオンオフ、イヤホンのアウトプットがございます。まあ、至ってシンプルですね。ちょっと音を鳴らしていきましょう。Thank you.